可愛いヒロインの二人いてさ、どっちを選ぶか悩んでたら、いつの間にか朝になってたんだよ。そんな悪いです。先輩をお使いに行かせるようなことは。先輩、見れば分かるじゃないですか。念のため、今から抜き打ちで持ち物検査をする。というより失笑だよね。すぐにカバンを机の上に置くように。ただいま紹介に預かりました。会長の録音時間です。何でまた言われてるのよ。早く忘れろって言ったじゃない。